観音寺は、岐阜県伊比郡伊比川町、か須が中山にある、総当州の寺院。三号は、かし小山。大垣戸田市ゆかりの寺院。洋和元年に、天台州の寺院、岩礁庵として、現在地より山よりの場所に開かれた。公安年間に現在地の東隣に移転する。戦国時代後期には、無重となり、仏像も持ち出されて荒廃した。 慶長五年、関ヶ原の戦いに敗れた、小西行長がこの寺に潜伏していたが、竹中重門により捕獲されたと伝わる。慶長六年には、種本村から千樹観音、大日如来及び、釈迦如来の像が移され、安置される。昇法年間、大垣藩主と田氏初代戸田氏鉄の妹で、本田正勝の性質であったおさががん病を患った。際に 中山の観音に敬せよという霊夢により、当時を訪れ感知したと言われる。慶安元年、荒配した元書庵を、戸田市心が再興し、大乗寺二十五世位、白峰原敵を、環状解散として、相当州に改め、不問山観音寺と名付けた。その後、万事年間におさは、自らが混流した境市民に、この観音像を移して、 別の観音像を本尊として観音寺に収め、現在の本尊となっている。教法18年に消失した際は、当時の藩主と田市長により復興された。万延元年再び消失し、戸田市十代と田市明により再建されて、三号を癖むか小山に改め至っている。ありがとうございます。